どうも皆さん、こんにちは。こんばんはの方は、こんばんはん。小人先生です。いやいやー、もう9月になってしまったじゃないですか。長くて濃い8月ももう、遠い昔のようですねー。ということで、今回は別段何をしようというわけではありませんが、なんとなく謎な絵を描きながら、9月の僕の予定について語っていこうかなと思います。まず最初に、謝らなければいけない、ことがあるので、土下座の絵でも描いてみます。こうやって地面にひれ伏してっと、頭の真ん中に何か描いてみて、あ、これ以上はやめておこう。ということで、この後後ろで土下座くんが変な進化を遂げますが、完全無視して話していきましょう。まず、僕の9月の予定というか、仕事のシフトはこのようになっております。はい。ご覧いただくとわかる通り、かなり不規則な勤務となっております。2週間連続夜勤が続いたと思ったら、今度は2週間連続で早出勤務なのです。なかなかなシフトになってしまいました。まあただ、別に夜勤を2週間連続でやろうがなんだろうが、別に構わないのでいいのです。ただ、ここからが超重要なのです。これ、よく見ると、平常勤務が一週もないのです。これが何を意味するかというと、まさに今週もそうなのですが、今まで、特に夏休みの時、みたいに、真夜中まで配信をやったり、ゲームをやったりということが、なかなかに厳しいことになるのです。もうほら、右の変な骸骨みたいなやつが驚いているような顔に、それに気がついた僕はなってしまったのです。ただ、マジでピンチなことはこれだけにとどまらないのです。よく聞いてください。夜勤週は、夜のライブを行うことができないのです。ですから、実質2週間まるまる、夜に皆さんと会うことができなくなる、ということでございます。これは確実にやばい。もう、2週間も夜の配信をできないとなれば、確実に皆さんに忘れられてしまう。そんな、非常に悲しい状況が、迫りつつあるのです。だからこれは、皆さんに謝らなければ、そう思った次第なのでございます。もし楽しみにしていただいている方がいらっしゃいましたら、本当に申し訳ありません。変な絵を描きながら言うことではないというのは、重々承知なのでございます。しかし、手が勝手に動いてしまうのです。これは、ハッキングされているに違いない。なんていう、意味のわからないことを言っている場合ではないですね。まあただ、もうこれは決まってしまったことなので、リフレッシュ期間だと思って、夜はお仕事に染まろうと思います。ですが皆さんにお願いがあります。どうか僕のことを忘れないでいてもらえたら、嬉しいかなと思います。こういうことは今後も出てくると思いますので、臨機応変に対応していく所存です。ですから、僕のことを見捨てないでね。大変不本意な形で、このように活動ペースが乱れてしまいますが、頑張りますのでいいと、9月もどうぞ、よろしくお願いします。と、そんなことを話している間に、絵が謎みを増しておりますね。正直言って、編集しながら見ていますが、これは一体何を描きたかったのか、それが自分でもわからないのです。とまあ、結局意味がわからないのですが、最後に像を描いて終わろうかなと思います。像の絵は、僕が幼稚園生の頃から描いてきた絵なので、たとえペイントにマウスで描こうとも、素晴らしいものができるはずなのです。ということで、しかとご覧ください。現在は、鼻と顔が描けて、耳も描いたところですね。ここから胴体や足に移るわけですが、これは、ある意味皆さんの想像以上には、いい出来になりそうではないでしょうか。いや、いいと思えるのは、この像の周りにいる絵たちが、あまりにも変すぎるせいなのかもしれないですが。何はともあれ、この中では一番まともに描けている。そう思うのであります。ということでラストスパート。尻尾も描き終わったので、
どうしようかと悩みますが、鼻からきれいに水を飛ばしてみることにしました。やっぱりどっからどう見ても、これは象ですよね。最後にキラリンと水しぶきにマークをつけたら、これにて象さんが完成しました。ということで、なかなか今月は偉い月になりそうな感じですが、頑張ってみますので、どうぞよろしくお願いします。ではでは、じゃあね。バイバーイ。ということで、最後まで見てくれてありがとう。ぜひね、チャンネル登録と高評価していってくれると嬉しいです。ではまた次回もお楽しみに。バイバイ。